はい、皆さんこんにちは。坂木アトシでございます。ですね、4時半を回りました。9月は5日の木曜日でございますね。産経新聞、これは昨日19時36分に出た共同からのですね、共同通信からのニュース、天才ですけども、共同通信にはなぜか出ていないんですけどね。まあ読みましょう。タイトルが中国空母福建ですね、北京語風に言いますと風船ですね、が4度目、試験航行か、甲板に、飛行甲板ですね、甲板に、戦闘機などの実物大模型、香港メディア報じるということで、ちょっと読みますと、香港フェニックス整備は4日、中国3隻目の新型空母風船が、上海市の埠頭から試験航行を始めたと見られると伝えた。試験航行は7月に続き4度目、同テレビが交流サイト SNS に開設した公式アカウントによると、試験航行が始まったのは3日で、ですね、早期警戒機空警600や戦闘機1015の実物大の模型と見られるものが甲板に置かれていると。ここが笑えるんですけどね。あのね、飛行甲板に何で模型置くの？模型置く必要があんの？ということでね。あの、アメリカの空母にですね、なんていうの、飛行甲板に戦闘機の模型が置いてあるなんて聞いたことないですけどね。風船は通常動力の空母で、国産技術を使った中国初の自主設計の空母。艦首に傾斜がついたスキージャンプ型の甲板がある従来の空母2隻、これは遼寧と山東かな、と異なり、短時間で艦載機が発進可能な電磁式カタパルト。カタパルトというのはバネですね、簡単に言えば。あのパチンコでしてこうやってピーっていく。あれと同じで、あのゆーっと引っ張ってピョーンってこう飛び出させるのをカタパルトと言います。これの電磁式、電気で動くカタパルト。打ち出し機ですね、を3機備えていると。公式発表はないが、中国海軍は2日、風船が停泊する上海市の長江河口の一部で、3日に航行制限を実施すると公表。大型船航行のためとしていた、各国共同ということで、この記事を終わっています。中国は3隻の空母があります。で、1隻目は遼寧、2隻目は山東。この2つはスキージャンプ型でして、まあ西側基準で言いますと半世紀前のものですね。西側基準というか、まあ、アメリカ基準で、アメリカしかないですからね、本格的に空母を運用しているところは。まあイギリスも一部ありますけども、まあアメリカです。から言えばもう半世紀以上前のスタイルちゃいますかね。でですね、その遼寧も山東も、遼寧なんかは旧ソ連のですね、スクラップをですね作り直したという代物でして、その遼寧を真似て作ったのが山東でして、両方とも本当にもう、まあ私から見ると何それみたいなポンコツですね。で、去年あたりからですね、そのですね、姿を現したのがこの風船でして、これはスキージャンプ型ではなくて電磁カタパルト式ということでして、で、まあ要は見かけはアメリカの空母とよく似てます。多分アメリカの空母のですね、あの設計を真似たんだと思うんですけども、でこれがですね、鳴り物入りで登場したわけですけどもですね、航行はしてるんですよ。ドックから出てきてですね、概要をうろうろしてるんですけどもですね、関西機の離発着訓練というのをですねしているという報道はなかったと思います、私の記憶がある限り。空母って何のためにあるかって言ったら、飛行機を飛ばしたり下ろしたりするためにあるわけであってですね、あの飛行機を飛ばしたり下ろしたりできなければただのバカでっかいですね、あのポンコツの船に過ぎないわけなんですね。で、発着艦訓練っていうんですけど、これは山東では盛んにやってます。盛んにというか、まあ三月に1回ぐらいですね、やってるます。で、風船は未だにやってないんちゃうんかなという気がします。
しかも甲板上に模型置いてるってなんやねんそれって。お前らほんまに笑わせてくれるやんと。あのね、模型って必要ないでしょ、本来。空母の上に置く。で、模型置くぐらいやったら本物置けよって。あの、中に閉まってあってエレベーターで上がってくるんですよね、実際あれは。で、上がってくるんですけどもですね、本物を置いたらいいのになんで本物置かへんのというか、なんで模型置くのと、模型置く必要があるのと。つまり中国側はですね、模型というふうにバレるということを想定せずに、おらちゃんと飛行機乗ってんねんということをですね見せたかったんではないですかね。それを報道機関ごときにですね、模型っていうふうに見抜かれてるわけです。あかんやんそれって。いや、あのね、いや、本物を置けるんであれば本物置いたと思うんですよ、本物を。でも本物を置けない何らかの事情があるんですよ、で、あの概要を航行してるんですけど、発着艦訓練しないということはですね、発着艦できないんちゃうかというふうに思ってしまうわけですね。つまり電磁カタパルトに問題あるんちゃうかと。あの飛行、あのスキージャンプ型って甲板がこうキュッとこう反ってるわけですね。これ反ってるところ飛行機がこうウィーってこの勢いでひょっとこう飛び立つわけですけども、電磁カタパルトっていうのは平らになってて、そのさっき言ったバネでカタパルトでピョーンってこう飛び出させるわけですね。あのカタパルトというのは第二次大戦の時代からもあります、で、短い滑走路で飛行機を飛ばせる、あるいは滑走路なしで飛行機を飛ばせる装置なんですね。でこれものすごい電気が必要です。あのね今の戦闘機ってあれ何十トンもあるんですよ。くっそ重たいもんなんですよ。そんなもんをですね空に打ち出すんですよ。ものすごい力必要でしょ。ものすごい瞬間電力が必要なんですよ。の瞬間電力を普通の発電機を、まあ船に積んであるような発電機を使って作り出すってのはなかなか困難なんですね。でアメリカの空母って 100% 原子力空母なんですよ。で原子力って瞬間的にすごい電気を作り出せるんですね。だからカタパルトも全部原子力で作り出した電力でピョーンっていくんですよ。ところが通常の発電機で作る電力には限りがあってですね、できんのというふうにこう疑いがあるわけですね。もしかしたらですね、電磁カタパルトがですね、いまいちですね、なんて言いますか、不安があってですね、人を乗せた本物の飛行機っていうものをですね、で、飛び出させない。まあ、だって、このデジカタパルトがうまくこう、想定通りの威力を発揮しないと、戦闘機はフィヨン、あれ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 って言って、そのままポトンと落ちるわけですよ、海に。戦闘機高いね。今の戦闘機、むっちゃ高いね。だからですね、もしかしたらそれ用の、いわば模型かもしれないなと。同じ重さにしたですね、模型で、電磁カタパルトがうまく動くかどうかを実験するという、なんか情けない話でしょ、それ。かもしれません。まあ、それは、もしそうだとしたら情けない話ですね、ほんまにね。想像の世界ですけども、もうね、このフーチェンという空母、多分相当のポンコツですよ。前から言ってます通りも、空母というそのもの自体がですね、時代遅れになりつつあると私は思っています。で特にもともと中国という国のですね、なんて言いますか、領土からして空母必要ないんですよね。南シナ海のあの南沙諸島を全部自分のものやと言うてる限りにおいては必要ですけども、あれ関係ないってなったらですね、中国の領土を守るのに空母必要ないんですよ。どっか遠くの島を取りに行くとかね、言うのであれば必要ですけども、今の時代そんな人の領土を取りに行くっていうのをですね、海を越えて人の領土を取りに行くなんてもう著しく困難です。アメリカ軍がなければ、いなければ可能ですけどね、アメリカ軍がいる限りで不可能です。しかもアメリカ軍に対抗するような海軍を今から作ろうと思ったら50年はかかります。だから非常にですね、非現実的なんですよ、空母を持つというのは。まあそれ今まで散々やってきましたんであれですけども、それを中国がやってるというのは壮大な無駄遣い、無駄ですね。まあやってくれたら、まあだからまあ頑張って作ってくれたらいいんですよ、空母。はい。ということでですね、今読みました産経新聞、中国空母フーチェンが4度目試験航行かというところをですね、アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。